bạn gọi là rồi đó bạn rồi đó nhị nhị ba nhị 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 こんにちは。あ、あ、thank you。You're welcome。あ、どうぞ。バーに回って。バーに座れ。そうだよ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 。バーに。ん？こんにちは。すごい派手な犬ですね。いやいやいや、派手な人に言われても。世界にですね、ええ、野生の虎が3500から3200頭しかいない。あ、そんなに少ないんですか。浅草にいる猫の数より少ないです、ね、あ、なのでそれを止めないと、ええ、でその減っている原因が、ええ、まず第一に、ええ、狩猟であるということと、その目的が毛皮および睾丸を金持ちに売ると、うんうん、ああなるほどね。なので、まあ、完全にエゴのみで減っていっているので、まあ、あの犯罪組織が加担しているというのもありますから、そのまま減らないように保護していきましょうという活動を世界銀行がトップを握って行っております。あ、世界銀行が、はい、これは世界銀行の活動です。あの私ね、はい、あの全然ど素人なのでわからないんですけども、はい、その世界銀行っていうのが、銀行じゃないわけですか。銀行じゃないですね。銀行じゃない、あの世界 の、 あの通貨の、バランスを取ると、で、あの情報のやり取り、まあ、情報機関というか調整局みたいなものと思っていながら、調整局、調整局で、それでそのトラの保護活動、保護活動をやってますよ。おお、そうなんだ。そうなんです。で、我々の日本チームは何をやってるかというと、こういうふうにですね、GTI タイガーを検索してもらうと、ホームページに飛べます、はい、でここでですね、東京から名古屋まで自転車で虎の着ぐるみで来たので、あ、そうなんですか。 その道中にこの格好で来たんですが、子供たちがあの、何々って来た時にお渡しして、あの虎の数減ってるんだよというのを伝えると、はい、そうすると、学校の先生とか家族でこういう話をして、あ、そうなのねっていうのを知ってもらうと、でものすごい草の根活動なんですが、あの楽しくみんなが学べるというので、今回動かしていただきました。あ、なるほど。え、東京から、東京からこの自転車で、はい、4日間で、4日間で、ね、1日100キロなんで割と楽です。ちょっと ありえない。あ、楽ね。楽です。楽ね。楽です。この足で、もうただね、虎の数が減れば減るほど僕は傷ついていくんで、減らさないようにしてね。 ちなみにその松葉杖は、あ、もう歩くのが億劫になって、これはだからあのキャラクター用ですね。僕が本当にこれで足痛めたわけではない。びっくりした。多分見る人はそう思ってしまう。思っちゃいますね。僕はしっかりしてます。なんですが、虎が減るとどんどん傷が増えていくので、あの毛皮とか狩猟っていうのはやめましょうね、私もそのように実は思ってて、まあ、ブログにも載せてるんですけれども、今日もこれも載せていいですか。大丈夫です。 ありがとうございます。でその際に GTI タイガーをカチッとやっていただければと、ここにクリックしていただければ。いただいていいですか。どうぞどうぞ。あ、ありがとうございます。でツイッターに存在するんで、よかったらフォローしてください。あ、わかりました。でそこでですね、お兄さんの活動も書いていただければ、他の興味がある人がどんどんそこにもそうですね、していくと思うんで。もうなエゴのために怪我なんてありえないですよ。ありえないですね。実は犬も同じなんですよね。犬も生きたまま剥がれて、見たことあります。あります、あります。怪我全部剥がされてるのにまだ起き上がろうとするんですよね。はいはい、あ、どうも。どうも。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。は飼ってない。あ、この子で何歳ぐらいですか。この子でね、6歳ですね。寿命はどんなものですか。意外にね、平均寿命は短いって8、9年、10年いかないぐらいですかね。この子なんていう種類ですか。バーニーズマウンテンドッグって。そうですよ。
と、ね、うん、でもね、もうこの体格だったらもうちょっと生きてもいいかなと思うんですけど ね、 ね、いや、意外に私は2年前に2匹亡くしたんですけど、うん、何犬を、レトリバーばっかり、ゴールデンと、ゴールデンとあのラブラドールと、ああ、そうなんだ、うん、ね、ちょっとでも短いです、持たなくていいですよ、そういうことやると余計に犬は力を入れるようになるんです。なんかちょっと嫌な顔。いや、嫌じゃないです、全然嫌じゃないですよ。ええ、もう これぐらいのことで嫌だと聞いとったら、あの、私の子供は務まりません。そうですか。ええ、ちなみに狩猟に出したいわ。耳がすごくしっかりしてる。あ、それね、あのね、あの、デコボコになってるでしょ、餃子耳、あの、要はね、自血種って言って、あの、耳の血の自血種、腫瘍の種なんだけど、耳振った時ね、よく振るでしょ、犬パタ系ね、前に出るんです。バニーバーク、バーク、そうだよ、うん、子供の時からでももう足が大きいですよね。そうですね、やっぱり大きくなる子は足がやっぱりでかい。なんかね、着てるように感じる、そのなんか着てるのかなって。あ、本当、え、子供はどう思いますか。え、なんか着てるのかな。着てる。え、チャックは、え、チャックはボタン止め、チャック止め、何止め、わかんない。チャックあるかもしれんよ、探せば。え、本物、リコだね。なんていう犬種だったんですか。バーニーズマウンテンドッグっていうスイス原産の犬なんですけど、はい、スイス、そうなんです、これからがね、この子の季節なんですね。そう、アーニー、バーニーくん、バーニー、男の子なんですか。男の子なんです。ふわふわ、触らせてもらってくれ、ありがとね。私も匂うかもしれない。犬側で、え、何犬。うちはヨーキシャテリア、うん、あ、ヨーキね。バーニー、これバニーくん、バニー、コカちゃんの匂いがするんだよ。あー、そうなんだ。おとなしいですね。うん、ですね、おとなしいですね。人懐っこい、ね、人懐っこいですね。トップ10のアイドルなんですか、うん、どうなんでしょうか。うわ、わかんないけど、アイドルになれればありがたい話ですよ。いつもこうやって歩いてるんですか。うん、あの、いつもじゃないんですけど、あの、まあ、年に何回かこうやって、あの、バーニーズマウンテンドッグ本来の、こういうスタイルなんですか。そうですね、本来、うん、もともとね、作業犬なんですね。あの、そう、あの、なんていうの、あの、分類分けではワーキングドッグに分類されてるんですけど、で、もともとは牧羊犬だったりしたんです。で、次御用犬とか、あの、守る方ね、御用犬になって、で、次にこうやって引っ張る、後ろにあの荷車を引っ張って、そこにこうぎゅ、ね、ミルクが入ったボトルとか積んで、あの、農場でね、あの、フランダースの犬状態ですね。あー、バーニー、おとなしい。あそこに住んでるの。いや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 、まあ、その車でちょっと行ったところなんですけど、まあ、でもどこでも行きますよ。あ、イベント会場、もうイベントも行くし、普段これでね、あの、この格好でカフェに行ったりしますから。そうですね、軽い子供とかだったら乗りますよ。あ、どうも、こちらこそありがとう、どうも。バーニー。なんか犬は飼ってるんですか。はい、え、何犬を。雑種なんですけど、雑種、え、何系の。何系だろう、小型です。あ、小型の、はい、これは何犬なんですか。これはですね、バーニーズマウンテンドッグっていうスイス原産の犬です、はい、すごい、かわいい。耳はどこにあるの。これですか。あー、正解です。
すごい、私も大きい犬飼ってみたいんですよ。ああ、もうぜひ飼ってください。かわいい、うん、でもね、おとなしいのはゴールデンレトリーバーがね、おとなしい。おとなしいですか。ゴールデンがいい、素直すごく。あ、素直さはね、もう全犬種中ナンバーワンだと思う。あ、そうですか。ゴールデン、この子はバーニーズはね、はい、ゴールデンに比べるとちょっと、はい、素直じゃない。あ、そうなんですか。ただ、うん、あのゴールデンに比べるとね、全体的バーニーバーニーあのゴールデンが良すぎるからね、素直さが。で、他の犬種と比べれば十分素直な方だとは思いますよ、このバーニーズも。かわいい。ただね、あのよく図鑑とかネットで飼いやすい飼いやすいって書いてあるけど、バーニーズあれはね、どうかなと思う時ある。あのなんていうのかな、意外にね、あの打たれ弱い、意外にこうへこみやすい、ナイーブで、あんまり叱るとあのちょっと拗ねちゃったり、あへこむ感じ。あ、そうなんだ。でもゴールデンとかってどっちかっていうと、まあ、もちろん個体差はあります、うん、多いにありますけど、どちらかというとゴールデンはあの叱ってもこうずっとへこんでるって感じじゃなくて、すぐにこうその後にフォローする、褒めたりおやつあげるとすぐにまた回復するっていうあのイケイケに なったり、まあ、素直、本当にそのひねてない、ひねくれてないっていう感じ。うん、でもめちゃくちゃやるとやっぱりひねくれますけどね。どんな生き物でもそうじゃないですか。そこは、うん、まあ、常識の範囲内でねやる、うん、そのつもりでね、バーニーズをやると、ゴールのつもりでやるとちょっとやっぱりひねくれる場合が、うん、ありますね。ちょっと触らせてもらって、あ、どうぞ。いいですよ。わー、かわいい。いっぱい。あ、バーニー、これよ。Thank you. So, どうぞ、いいですよ。バーニー、座れ。そうだよ。まだよ。なんか。あ、どうも、こちらこそ、どうも。バーニー、つーけ。そうだよ。どうも。もっと分かった。